皆さんこんにちは、ODS の堀です。今日は身体の部位ごとの波動について、チェックしますね。はい、まず、はい、ここ左右均等ですよね。全然膨張も何にもない。はい、一番最初からすごいところの波動を調べますよ。お、チンチン、お、チンチンっていうところね。はい、ここをピッとトップ、一番先っぽを触ります。そうするとどうなるか、ビゴーン、右手で触ったら膨張してしまうんです。すごくないですか。次はお玉をチェックします。右手でお玉を触ったらビゴーン、へっこむでしょう。すごい。膨張系は血流をバーッと良くしないといけないところ、こうお玉の部分は冷やさないといけないところですよね。面白くないですか、人間の体って。で、今度は頭、あ、普通の筋肉触りますね。足の筋肉、何にも変わ、筋肉何にも変わらないですよね。どこ触っても筋肉は中央です。次、頭、右手で触りますね。収縮、頭は冷やさないといけません。あんまりね、血流良くない方がいい。ちょっと左右でやってみますね。これで左で今左右均等、ここをやったらねリセットされる。こうしたらほら、収縮という、目玉収縮、こっちでやっても収縮。人間の体って面白い。あ、そうだ、お腹って結構ね血流が必要なんで、僕はもう前もってチェックしたんですけど、お腹を触るとちょっと待って、お腹を触るとちょい膨張ですよね。朝やった時には結構膨張して、触り方がソフトすぎるのか、あ、もう膨張。お腹、腸とかは血流が必要なんで膨張系です。あと一つ、アスフォ、アヌスって分かりますね英語でね。はい、それ調べますね。はい、肛門調べます。ちょっと下の方を過ぎて、椅子じゃないけど、なんかここで調べると膨張、肛門は膨張なんですよ。これすごくないですか、めっちゃ面白い。はい、こういうことが波動でいろんなことが分かります。ODSの堀でした。